皆さん、こんにちは。アウトドアコミュニティピークストリームのアエルです。関西和歌山キャンプ場レビュー。本日はおとなしの里、渡瀬の広場キャンプ場にレビューに来ています。和歌山本宮熊野大社の近くで温泉がとても有名な場所になります。こちらはキャンプサイトの写真になります。大自然の中で森があって、川もあって、 川遊びもできるようなな感じになっています僕もね以前のコミュニティでバーベキューイベントをこちらでさせていただいてだいたい50人ぐらいのバーベキューデイキャンプイベントだったんですけれどもとても好評の場所でした大露天風呂とびっくりするぐらい大きな家族風呂を使うことができる渡良瀬温泉の施設内にあるキャンプ場になるんですけれども。 こちらで受付を済ませてます。キャンプは誰とどんなシチュエーションでするかということで望む環境も変わってくるかと思うんですけれどもこちらは温泉も多く家族風呂も貸し切ることができてそしてご覧のコテージもありますので非常にどんなシチュエーションでもキャンプをやりやすい場所じゃないかなと思います。 熊野本宮大社もすぐ近くにありますし千人風呂で有名な川湯温泉それから日本最古の温泉として1800年の歴史があると言われる湯の峰温泉坪湯なんかでも有名ですけれどもその温泉もすぐ近くにありますそしてこちらも西日本最大級の露天風呂 家族風呂に関してはこんな大きな家族風呂って見たことないっていうぐらい大ききな露天風呂を貸し切ることができます。そんなね、えー、観光と温泉が充実した渡良瀬温泉のキャンプ場なんですけれどもとってもね豊かな自然の中大自然の中の秘境のキャンプ場という場所にあります。 駐車場はキャンプ場のすぐ目の前にあるんですけれどもこちらは受付の建物の前に車を止めましたので受付から歩いてキャンプ場へと向かう映像になりますこの日の撮影は12月もう年末のねえ土曜日の撮影だったんですけれどもキャンプをされてる方っていうのは結構ご覧の通りいらっしゃいましたねえ今回僕はキャンプに来たわけではないので 外からの撮影だけさせていただいてますけれどもこんな感じでえたくさんの人なるべく人は映らないように歩いてはいるんですけれども15 15人ぐらい15人から20人ぐぐらららいいいいかか20のねキャンプ客がいたかと思います交通のアクセスですけれども繁和高速を使って上飛んだインターチェンジからですねだい70 ぐらいといいとうに書かれていますね駐車場は合計80台、キャンプ場に50台、コテージブースに10台、温泉センターに20台、キャンプをされる方の駐車料金は車は1台あたり700円、バイクは1泊あたり300円の駐車料金が必要となります。えこちらからの映像が今一番キャンプ場内映せているかと思います。 いいキャ,ンプ場ですよ、ね、キャンプ場は大きな温泉やバンガローなんかと併設していますのでレンタル用品だとか販売物っていうのは非常に充実しています食べ物飲み物ビールなんかもありますし薪や食器なんかもあります温泉もありますしフェイスタオル歯ブラシなんかもありますので かなり手ぶらにに近い状態でも遊びに来れるキャンプ場からすぐ近くに自動販売機もありますのでキャンプしながらねすぐにドリンクを買いに来ることもできます今日は宿泊はしておりませんので敷地内には入っておりません本日のレビューはここまでとなりますピークストリームチャンネルいいねボタンチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします ークストリームアエルでした。